それでは、ですねこれからスナイパー2の説明の数学の部分をしていきます。まずスナイパー2自体なんですけれども、えー、と先ほどですねちょっと見ていただいたスナイパーの問題点というのは、えー、と相手がランダムクリーニングではなくて、ですね今度スナイパー2の場合はですね、えー、とショートクリーニングというのを使ってもらうんですけれど、このショートクリーニングというのは、一番左側で掃除をするものです。 で、これの場合は、この、えー、とショートクリーニングっていうのは止まらないので、スナイパーっていうのはほとんど当てることができないですね。で、これを当てるようにしてほしいっていうのが、スナイパー2というものです。では実際にですね、ちょっとスナイパー2をまず、動き自体を見てもらいます。この出ていく球のところを見てほしいんですけれど、ちょっと先を打ってる。 というのが分かります、ね、でこれ外してる時はどういう時かというとこれがこのまま先まで行っててくれれば当たるはずなんですけれどこいつが止まってしまうので外してしまうとこれでスナイパー2の場合は OK です。 このあと、学習するロボットというのを紹介するんですけど、それは、これ、さらにもっと精度が高くなるんですけれど、スナイパー2の場合は、これはですねずっと同じスピードで移動していると思って、この人は予測をして当てますので、こういうふうにですねピタッと止まってしまうと、その先を打っている球が外れてしまうというふうになっています。 じゃあ、これをどういうふうに計算すればいいのですかっていうのを、今日ですね、数学の部分だけちょっと説明をしますで。これはですね、教科書にこの図は書いてありますので、えー、っとちょっとですね、この説明を聞いてまた分からなかった人はですね、またもう一回教科書のところをちょっとそこにも説明書いてあるので、読んでみてください。で、この図で、基本的にスナイパー2はすべて終わってしまうんですけれど、これがまず自分自身の戦車です。これが相手の戦車の現在位置。 今ここにいるというものですね。で、この戦車はこっちに向かって、えー、とあるスピードで動いています。動いています。で、ここの戦車はこれがこっちに移動しているというのは分かるので、ここから計算をして、ここら辺で弾が当たるだろうというのを計算して、そこに向けてピッとこう砲道を。 回転させて弾を打つと、そうすると、ちょうどこの戦車が行っている時ときと、球が行くときがあって、ここで球が当たるという、当たったときの式がこの三角形のところになります。これが今現在のところの状態というのは、このちょっと薄い水色のところです。で、計算をするのは、この三角形の形を求めることができれば、そうすると、あとはここに今、砲塔を向いているので、 ここまで回転させて、そして打てばいいということになります。で、ここの三角形の式を表したものが、まずこの一番最初の式です。で、球はですね、球にももちろんスピードがありますので、打ってからある程度距離が遠いと、その時間がかかってしまいますので、ここの長さというのはもちろん時間を入れて計算をします。 で、ここの球のスピード V の BT、これバレ,バレットでしたっけバレットの、えっと、BT の略で、かける T、時間とします。最終的にはこの T を求めるんですけれど、でえっと、速度に時間をかけると距離になりますので、ここの長さは VBT かける T として、まず求めることができます。 でここの x 軸とこの y 軸のそれぞれの長さは、とりあえず今、dx1 DY、dy1 としておいて、で、ここの三平方の定理を書くと、こういうふうになりますと。まあ斜辺の二乗イコール、まあこっちのえっと、ここの角度は90度ですので、dx1 の二乗足す dy1 の二乗 となりますで基本的にはこの式を解けばいいだけですね。この式が、えー、t の2次式になりますので、この式を解いて t を求めて、でその t から、えー、求めると、ここの長さとか全部求まりますので,で、そうするとこの三角形がはっきりしてで、ここの角度を求めることができるという形になります。であとはこれを展開していきます。 まずは VBT っていうのは、これはえと弾の速さなので、これはですね、ロボコードの中ですでに決まっています20。2 0 3 ×けるパワーという計算式で,でえと求めることができます。このパワーというのは何かというと、ちょっと先週も言いましたけれど、ァイヤーで打つときに、どこだこっちでいいの ファイヤーで撃つときに、ファイヤーで撃つときに、ここで指定する数字のことです。えっとですね、この場合ですね、1を使ってください。スナイパー2の場合、2でも3でも一を大当たることはたまに当たるんですけれど、1じゃないとなかなか弾が遅くて当たらないので、1を 使ってくださいここのつまりパワーのところに1を入れると3を引くので VBT の値はつまり17として計算しちゃってもらって構わないです。で次の DX1 と DY1 というのはこの DX1 っていうのはここの長さこの水色のところの長さ足すここの緑色の長さですよね。としてその足し算で求めることができます。 でこれはですね、プラスマイナス関係あるので、dy1 の方もそのままここの長さ足す、足すでいいんですよ、足す、ここの長さです。今これ、向きがあるので、ここの長さ足す、ここの長さなので、こっちの方がまあマイナスとして計算されますので、出てくる答えっていうのは、これにここの長さになるということです。この足し算で合ってます。これが dx1 と dy1 のまず式です。 で、それぞれまたここですね。dx1 というのは、これは、これか、dx1 というのは、今現在の相手の戦車までの距離の x 軸の成分ですので、e の getDistance、getDistance っていうのをフォローイングの時に使ったものですね。それにかけるの cosθ、θ1、ここのことですね。こうすると、ここの斜辺の長さに cosθ をかけると、ここの これが三角関数の便利なところなんですけれど、こうやって計算すると、ここの距離からここの距離を計算する方あの計算式はこうなります。で、y の方は、ここのところを sinθ にするだけで dy1 というのも求められます。で、まず今度、この中で分からないのは θ1 の角度のことですね。θ1 の角度は、これもその e の式から求めることができます。 E のゲットベアリングというのが、ちょっとややこしいんですけれどここになるんですね。E のゲットベアリングというのが、自分の向いている角度、これ、フォロイングのときに、このまま相手の方にターンライトをすると、ちょうどうまくいっていたので、自分が向いている方向をあの0として、相手の角度のことを E のゲットベアリングで求められます。で、今度、C 単位値を求めたいので、これは、ここと、 ゲットヘッティ,、ね、ィングの2つの角度を90から引くと C θ1 が求まりますよね。ここの C θ1 っていうのは、ここの2つの角度を90から引くと C θ1 が求まるので、C θ1 の計算式っていうのはこうなります。これ全部、ここあのロボコードの関数を使ってますので、 えと座標形の変換とか、えー、とラジアンからディグレイの変換とか、それ全部一切やらなくても、このままの式で使えることができます。ねどんどん先に行きますよ。で、DXEM、今度はこの式ですね。ここの式、ここの求め方というのは、VEM×T、ここの距離というのは、この T っていうのは、もちろんここの T と同じなんですね。ぶつかったときの時間というのは、 当然、球が飛んでいって、ここまで行ったときと、戦車がここまで来たときのこの条件というの時の時間というのはもちろん同じ、同じなのでぶつかるってことなので、この t は同じなので、えー、この VEM の t のこの斜辺のところにそれぞれ c o s ータと s ータをかけると、x 軸と y 軸の成分になります。 また、ここでまた、シーター2っていうわからない角度が出てきましたので、あその前にまず VEM を求めてないので、VEM は、これは E の、この C& ロボットイベントの E のメソッドで、これはですね、GetVelocity というものがありますので、これは初めて使うものですね。これでそのまま求めて、でシーター2は、ここの戦車の GetHeading から、GetHeading を90度から引けば、 ちょっとややこしいからですね。90から90引くここにすると、これマイナスの数字にちょうどなるんですけれど、この数字でここの角度っていうのを求めることができます。こっち引く90じゃないんですね。90引くこっちの角度。これはですね、ちょっといろいろな角度でちょっと自分の中で計算してみてください。この右側にあっても左側にあっても基本的にはこの数字で計算することができるようになります。で、これで、 なかったんでですすけれど一応全部の式のの式値というのは求めることができますつまりこの式の t 以外は数値を入れることができるようになるんですね。で、この式をそれで展開していきます。ここまでもまだ教科書に書いてありますので、えー、と展開していくために使う公式はこの2つだけです。sin 事情足す o s i 乗 =1 っイ,イコール1という三角関数の公式と、 2次方程式の解の公式ですね、t を求めようとしたときに、a と b と c の係数があって、でその係数を使って、この t の2つの解、2つの解というのはここはプラスとマイナスになるんですけれど2つの解を求め,求めると、求める式はこういう式で求められるという、これは高校生のときに多分やってるはずなので、この2つの式を使って、で、結果、ここまできます。 長いですねここから全部展開して、これは教科書でよく見ておいてください。ここからずっと展開していくと、最後、この式が出てきます。この式が出てきます。これを展開してたんですね。どん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 展開していって、この式になって、で、そろそろ説明終わりますよ。これで A と B、さっきの解の公式の A と B と C のそれぞれの値に相当するその係数の式が出てきましたので、これで A と B と C をプログラムの中でこの数値を計算して、計算して、で、この式に入れると D の値が2つ出てきます。2つ出てきます。 で、出てきた2つの t のうち、どちらが好きな方を1個選んでください。選び方はですね、その例えば片方の t がマイナスになる可能性がありますので、片方の t がマイナスになったら、マイナスの時間というのは基本的に意味ないですので、マイナスっていうのは、こっち行った場合なんですね。ありえないんですけれど、これはこっちに行った場合の計算をしているので、プラスの方の t だけを使って、うんと、どこだったかな。プラスの方の t だけを使うと、 t を求めることができるので、それで、えっと、どこの角度を求められるんですか最終的に求めたいのは、ここの、ここの角度ですね。ここの角度。つまり、ここで最後に t っていうのを求まると、えっと、ここと、ここが、 求められますのでこ、れこれが分かりますよね。これが分かりますし、それから dxi、d これの式が全部出てきますので、ここに t を入れて dxem が求められて dx0 はここで数値が求められて、これとこれの数値が出てきて、ここの角度が求まって、で、θ1 すでに求めてますので、θ1 からこれを引いてこれを足すと、 ここの角度になって、その角度分だけぐるっと回して打てばいいということになります。はい。何を喋ってたのか多分なんだか多分この数学の話だと分かりにくいので、あとは自分でちょっと一旦頑張ってやってみてください。もしも分かっちゃった人はですね、この、えー、と分かっちゃったことをレポートに最終的に書きますので、えー、と自分なりの言葉でちょっとあのワードのファイルを作っておいてください。じゃあ、これで一旦。 一旦数学部分は終了をします。